サホクルスさん祭は、大阪府茨城市大技サホにあった鳥で、山城。資料に記載がなく、平成になり発掘調査で存在が確認できた城郭である。クルス山この定石は、資料に全く記載がなく、誰が城主であったのか遠隔などは不明の城郭である。以前より不自然な平坦面が観察されていたことから、城郭の存在が指摘されていた。 国際文化公園都市造成に伴い、全斜面と森土部分を含めた尾根の全面的な発掘調査が行われた。城郭は国見峠を経て、清坂街道と接続している。当地は丹波国と摂津国を結ぶ重要な位置に存在していた。福井城と関連があったのではないかと近隣にあった福井城との関連を指摘されている。サホクルスさんサイト、 周辺地域の空中写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成上郭は北東から南西へ伸びる、尾根の最先端部に位置する。尾根の最長部を中心に車は3つあり、これを取り囲むように、小規模な車が配され、それらをつなぐ通路があった。斜面には、掘り切りと石垣が検出された。石垣は、 砦斜面を全周するものではなく、車の平坦面の高さまで積み上げたものではない。極は止め程度の石垣であったと思われるが、心理的な防御の機能も果たしていたと思われますと、車止め以外の役割も果たしていたと解説されている。主要3車の一つに、礎石建物とそれを囲む土類が出土した。建物の礎石は加熱を受け、火災を被ったことが確認された。また、 土壁が大量出土し、礎石は建物に伴うものと考えられている。中央の車が一段高く、両側にある車が一段低くなっている。建物があった車は一段低い部分に当たる。発掘調査により、礎石建物があった車が最初にできた車で、単角構造の砦から、二つの車が並列して、改築された編線を持つ。最長部の車と、 祖先建物があった車からの出土物が多く、住居を伴う建物が、両車であったと考えられている。発掘調査から、数多い異物が検出された。はじき小皿、土器皿、湾、政治湾、染付皿、染付湾、瀬戸美の皿、瀬戸美の湾、瀬戸美の水滴、微善どっくり、微善すり鉢、微善亀、丹波壺、丹波すり鉢、河原木二日瓶。 河原木火鉢、河原木香炉、弾き鍋、石臼、鉄釘、線火、トースなお、河原は出土しなかった。またこれら異物から特定の人物を推定することはできなかった。クルワートから南西方向の眺望。ありがとうございます。